ジャパンカップシリーズ第6戦は、アメリカに戻りここリッチモンドで行われます。プレイオフまであと2戦、このレースでは誰が勝ってチケットを手にするのでしょうか。スターティンググリッドです。ハムリン・ロガーノの今シーズン苦戦組がフロントロー。ライアン・プリースが健闘して15番手スタート。最後尾はタイ・ディロンです。レースは14周で争われます。グリーンフラッグ。オープニングラックはハムリンが取りました。ロガーノとスチュワートで2番手争い。アーッとジュニアがスピン。クラッシュしてコーションです。インから行こうとしましたが、そこにはベルがいました。後方スミスらはナイスクリアです。さあ、レースリスタート。ロガーノがハムリンに襲いかかる。しかし抑えた。カイルが3番手に浮上。ロガーノアウトへ。ロガーノがハムリンの動きを伺います。再びサイドバイサイド。カイルも後ろから狙っています。おーっと大クラッシュ発生です。ジュレックスジュニアがステンハウス・ケセロスキーに挟まれ後方が巻き込まれてしまいました。レース再びリスタート。ロガーノが外から前に出た。さらにカイル。さあバトル。あーっと、ハムリンが回っている。好レースを見せていましたがここでスピン。リプレイです。後方で揉まれ、そのままスピンしました。残り3周でリスタート。前2人が飛び出す。カイルが前へ。ロガーノは外から仕掛ける。残り2周でトニーも来ました。インサイドへ。カイルをあっさりパスしました。そしてリーダー争い。コンタクト、そのままファイナルラップ。スチュワートが行った。しかしそのインからジョーンズ、リードチェンジ。そのままチェッカーフラッグ、最後の最後でジョーンズがかっさらっていきました。ジョーンズ、今勝利のバーンアウト。ジョーンズが優勝、ロガーノカイルゴードンスチュワートのトップ5です。プレイオフ到落戦場のドライバーが後方に沈んでしまいました。プレイオフグリッドです。バイロンからニューマンまでは超激戦になっています。次戦はプレイオフ前最後、テキサスでの戦いです。ご視聴ありがとうございました。